お疲れ、ゲンジです。 Today's Real Japanese。 今日のトピックは大丈夫です。大丈夫は基本的には All right とか No problem の意味になるんですけど、丁寧に No thank you という場合にも使われます。例えばコンビニでレシートご必要になりますか、大丈夫ですとか、アメール大丈夫みたいな感じですね。Real Japanese を使っていきましょう。それではバイバイ。